いやー山崎さん、サプライズ生でお聴きになってどうでしたいやー、本当に最高でしたね、なんか、未来に向かってこう頑張ろうって思えるすごくポジティブなこうリサさんの力強い歌声がこう生で聴けて、本当に幸せでしたね。なんか本当にこう 映画を初めてあのこのサプライズのがあったサ,サプライズがの曲が入った状態で見た時に本当に何かこう音楽があって映画っていうものが本当に素晴らしいものになるんだなってすごく実感しましたしやっぱりこう、まあ、歌詞の中にもあると思うんですけどなんか今までのいろんなことがあって未来に向かってすごくポジティブなメッセージがあるっていうのが本当に好きですね。 改めて本当にありがとうございます,りいますリサさんあの映画をご覧になって本作あのこの曲も書き下ろされたということですけれどもどんんな思いを込められたんですか、はい、今あの山崎さんがおっしゃっていただいたんですが私こそ,あのその映画が出来上がっていた状態であのこの楽曲を制作させていただきましたのであの皆さんが作ってくださったその世界にこう世界を受けて。 こうどんな言葉をここでこう宗一郎の気持ちをどうやったらこう映画を見てくださる皆さんがそのまま聴いていただけるような楽曲になるかなっていうのをすごく考えながら「扉」だったりとか「未来」という言葉だったりとかすごく作品にリンクする歌詞を所々に入れるように心がけました。さんの,あのから 溢れ出るエネルギーから私たちもすごくポジティブなものを受け取ったなという本当に時間をありがとうございました今日ねたくさん来ていただいてるんでちょっとお時間いただきますね先端ご覧いただいてもう少し公開をあの直前に、えっと、今日あの見ていただいた一足先に見ていただいた方のすごくポジティブなメッセージを いただけてすごく嬉しかったですしえ今日はリサさんの歌声も聞けて本当にあのすごく幸せでしたしえこれから公開に向けてなんかすごく自分自身もこう気合いが入ったといいますかなんかあの本当にこの作品が伝えたかったこうどんな状況でもとにかく前を進んで諦めないで進んでいくっていうことをすごくやっぱ感じてほしいですし。 あのその中にあるこう愛情だったり友情だったりいろんな愛を感じてもらってそしてあのラブストーリーですのであの本当にそういう部分でも楽しんでいただいて本当にいろんな世代の方に楽しんでもらえる作品だと思いますので、えー、公開まであの楽しみにしていてもらえたら嬉しいなと思います。今日はありがとうございました